いなゴキブリ子、上田さん、マット、ジョージで、おい、まあ、なんかすごい肌の黒い4人ですが、いや、本当にそう、まあ、ヒサロに通い詰めている4人で、まあ、ヒサロ仲間ですね、ヒサロメンバー、ヒサロクラブ設立、いや、いかついなこれ街歩いてたら目行くもんね、いや、行く行く行く、俺道開けるもん驚いたことに一番左の女性なんです、うん、女性ですのね、みんな男性かと思ったけど、うん、それは良くないですよ、女性としてちゃんと見てあげてください、あ、そう、すいませんでした、まあ、順番決めゲームということで、はい、まあ、最初の順番を決めると、うん、出た運ゲー、運ゲー、花火を選んで4分の1の花火を選び、はい、一番飛距離を出せたやつが勝ちというね、そういうことか、ただそれだけの、まあ、いろんな形があるが、俺はこの来たの来たの、一番ぶっといやつ、一番ぶっといやつ、ぶっとい、確かに、うん、ぶっといやつが、いや、俺は来たのなんだけど、どうなるかな、火薬いっぱい詰めててくれよ、火薬いっぱい詰まっててくれよ、あ、ちょっと火薬も夢も詰まれよ、いや、やかましいわちょっと高さがないな、頼むよ、いや、行ってくれ、おい、散るの早いなお前、わざわざマジかよ、勝負どっちが夢を詰められるか、マットでした、ちくしょう、いや、すごい花火や、すごい特注なの、オーダーメイドの花火作ってたのかな、もうそういうことでしょうね、包丁でしょ、自分のだけオーダーメイドにして火薬いっぱい詰めて、確かに金持ってんな、これはちょっとヒサロメンバーの中にヒビが入る、入ったね、間違いない、ちょっと次のミーティングマットなしでいこうか、ヒビが入りそうですが、はい、まあここはまず1位ということで、まあ、うん、こちら振って、はい、ザコーイ、弱い、はい、ミニゲーム勝ってもサイコロ弱えな、オッケー、で、よしよし、ゴキブリ子、これはターザンロープのところまで行きたい、頼む、とっ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 と、よしよし、あんま喜べないんだよね、まだ耐えた、でこれ6、もう1回サイコロ振れるか、6出せば、これはどうだ、あー、6、6はどうなんだ、いけるか、いけない、いけないか、6以上ってことはね、うん、で、1、2か、うん、いや、こいつが一番進みそう、なんか雰囲気的に、いや、そうだよね、あ、そうなんだ、ジョージはね、俺の中でもさ、ネタ枠じゃんだから、しっかり頑張ってほしい、いじられ役のジョージみたいなのがあるからね、まあ、222とかでもちょっとね、6で俺のとこ来ちゃってさ、お茶目なとこあるんだよ、ジョージは帰れ、お前はなんでだよ、お前だったら、たったったぬ帰れないよ、さあ、ついていきますよ、僕も、いや、一と思わせといてついてくんのか、いや、私、これね、マット省く形になってますいやー、さっき八百長疑惑があったから、ね、そう、あったからそりゃ省かれるわ、省かれてます、うん、このミニゲームは、うわ、これは障害物レースですね、ただの、うん、反応ゲーなのか分かんないけど、かわして、振ってかわすのかな、で、これ2個あるやつを振ってみたいな、そうそうそう、で、結構ギリギリでかわした方が、なるほど、走る時間長いからね、そうそうそう、よいしょ、ギリギリ、よいしょ、ギリギリ、ギリギリ、まとまり、あ、やべ、ここなんで俺振ってたじゃん、よしよしよし、今んとこみんな同時ぐらいか、よしよしよし、同時ぐらいだと思うよ、よし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 、頼む、ちょっと仲良しレースは終わりなんだよ、仲良し小良しはもう終わりにしようぜな、仲良し小良しは終わりなんだよ、いや、ちょっとスインとかいい感じか、やべえ、なんで走んの、走れ、どっち、どうぞどうぞ、誰誰誰ちょっと上田が4位なのは分かった俺1位なの、あ、でもジョージも1位や、え、俺遅れてるように見えたけど、ジョージ、それはないぞ、6はないぞ、4か、これ勝てるか、際どい、6、ありがとうございます、そうよ、いや、ジョージがいい感じになってきている、いや、うわ、ゴーゴーゾロめ、これでかすぎるわ、でかすぎる、マジかよ、これで5とか出すのかな、いや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 、 16! これすごいな、いや、16でここは1位、まさすがに、ね、ここは1、え、これどこまで行っちゃうんですか、これチャレンジいけんじゃない、チャレンジはいけないと思うの、え、いけないか、あ、チャレンジいける、これどうだ、トン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 、いけたね、お前どんだけ進むの、いやいや、置いてくなよ、やばいって、スタートダッシュが、いや、テスト勉強してないって言うけどめっちゃしてるタイプの人間だこいつ、それでここも、おい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 、突破しちゃうの、楽しみ全部奪うやん、俺らの楽しみを返して、ちょっとマットじゃなくて常時省く、これは自分から省かれに行ったみたいな、いや、そういうことやね、弱いからいいやみたいな、うわ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 、まあ意外に進めたな、オッケー、まあ一応後にはつけてる、あいつの、なんだっけ、あ、ジョージジョージジョージやべ、サロンメンバー忘れちゃった本当だよ、忘れちゃダメでしょいくら嫌いだからってね、お、マットいい数字出したよ、マット6、1、2、3、 UFO、 え、ダメダメ、これさ、ジョージジョージ行ったらやばいよ、ジョージジョージ、あ、ありがとうありがとう、え、これ上田どこだった、まだ俺もう一番、もう振ってないもん、ターザンにも行ってない、ターザンにも行ってないところなのか、マットはやばいね、これね、今んとこね、で、ここから振れるの、そうよ、いや、でも行ってるか
マット、ごめん、なんかすごい複雑な気持ち。マット、あ、これ5で、よしよし、台風。いや、これはさすがにジョージ6。ジョージじゃない、うん、ジョージ6。まあ、ジョージ4はでかいんじゃない、でかいでかいでかい。よっしゃー。で、ここはどこまで戻る、あ、ここでこいつ俺らと合流。ちょっとまあ調子乗りすぎんなよと。さすがにね、胸ぐら掴んでも引き戻しました。はいはい、で、いや、これ、あ、俺これ嫌い、はい、勝てねえじゃん、これ嫌いなんだよな。ちょっとあんま喋れないかも。こうで、はい、これはこうか、これは目だ、はい、これ目だ、合ってる、これ目だ、違うな、目、こうで、こうじゃないの、これ、そう、これが、これ右上、これが顎か、で、これ左下、ラスト、これはさ、肘分かりづらいな、ありがとう、良くない、ちょっとリモコン、よし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 、リモコン、はい、上田さん、あの顔面脂肪状態です。本当に苦手これ。よしよしよし、1位取れた。これ1位取れたのでかいぞ。ゴキブリ君ね、全身真っ黒だからクソ分かりづらかったよ。みんなそうなんだよ。あ、そっか、ヒサロメンバーなんだから。ヒサロメンバーだからみんなそうなのか。みんな黒い中頑張ってたのか。そうだよ。ふざけんねー。さあ、俺なんか悪いことしたかな。でもこれさ、肌焼けるんちゃう。いや、そっか、さらに焼けるからいいか、これ。いや、いいかい、絶対悔しがるとこやろ。絶対頭一個抜けるもんね、黒さで。いや、もう黒以上になる。うん、最後表紙骨になるんじゃん。うわぁ、ジョージ。ジョージがちょっと順調すぎるな、こいつ。いや、これ結構飛ばされるからね。結構ね、これね、見ての通り、もう2階の領域まで飛んでくんだよな、この岩のとこまで来ちゃう。いや、これすごいからね。いやー、これで、まあもう明らかにダントツ1位になったわけだよね。いや、ほんとに。で、こいつがダントツビリあ、グリコですね、これ135で。なるほど。いやー、なるほど、他の人が出してないナンバーを出せればその分進める、うん、そういうことや。これ駆け引きですね。うん、まあ、こうかな。でもいつもヒサロ行ってるメンバーだから。3、よっしゃー。おい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 俺と仲いいのは別にいいけどさ。いや、これ何選ぶ。わあ、わかんねえ、何選ぶ。5、3、マット。オッケーオッケーオッケー。まあ、でもジョージも俺と同じだったんか。ここはな、どうしようかな。いや、頼む、ここいらん、いけ、よし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 、これでかい。ここで心理戦勝ったので、いや、これ心理戦だよな、本当にと言っときながら、もう即座に決める上だめんだよ。頼むよっしゃー。こう進んでるのダメだ。まず、なんでよしよし、マットそれで1はおかしいでしょ。ダメ。あー、どうしようかな。いや、これ上田さん出してくんだよな、ふざけんなよ、お前。よっしゃー。心理戦の鬼いる、メンタリスト上田がいる。あ、メンタリスト上田がいる、まずい。よしよしよし、これね、ここぐらいまで進めば俺5出しときゃいいんすよ。よしよー。お前それは性格悪すぎるって。で、5出しときゃいいんですよ。5出しときゃいいんすよ。ふざけんなよ。5出しときゃ。くそ。お前ら3は出すな、お前ら。お前ら。ここは確率に、ありがとうございます。心理戦のバカいた。もうやばいわ、こいつ。信じられない。信じられない。もうこれからちょっと一歩距離を置こうかな、上田さんと。いや、ちょっとそれはやめて。全部心理的に解決しそうだもんな、こいつ。ひどいよ、今の。全部ゴーしときゃいいんだろうなと思ったら、最後の最後で1を仕上がってさ。華麗に勝ち上がって、うっさ。よしでもこれで青抜ける可能性がでかくなるよ。オッケー、ゴーゾロ目、ありがとうございます。ゴーゾロ目出ちゃったら青止まれないよ。まあ、でも石像ゾーンは無理だよ。ここはいっぱい進めるなら進んじゃってもいいんじゃないか。もうだってどこ、カナンやめて。ちょっと待ってこれやばい。俺地獄だからなかった。これね、マットはやめてほしい。マットだけはやだ。まあ、オンをオンでか…え、何してんのお前。え、ジョージってどこにいたっけ。じゃあ、お前より先にいる。いや、それはないわ。それはないわ。これでかい。よくね、初めて見た UFO がプラスになるやつ。そんなことないの。確かに、マイナスになる方が大きいもんね。ほんとそうよ。いや、頼め。あー、惜しい。いらねー。これ4出せばね、マグロから出れるんだよ。4出せば、この真ん中のね、この六角形がなんかに止まればいけたんだが。めっちゃ俺でかいわ。いや、今んとこ順調すぎるぞ、俺らが。いや、こっからちょっとみんなで這い上がっていきたいな、これ。ザーンドーン。いや、でも、あいつも笑いよ、ありがとう。いや、でも背中見えてんな、凛々しい背中が。ほんとだ。あ、そんな離れてなかったんだ、うん、だから意外に離れてないんだよね。あ、そっかそっか。ハプニング。これ上田6だろ、さすがに。上田6、ありがとうございます。よし。いや、ジョージはもういじめなくていい。
それよりアフロのバカがいるからそんなやついじめなくていい俺のことだね、アフロのバカいるから。いやめっちゃいいターンだった。え、上田ゲームそんな強ないぞまあさっきのは心理ゲームみたいなもんだから。あ、そっか、さっき勝ったのか上田、いやこのパンティングファイトね、ここ本当にゲームって感じじゃない。いや本当にこれは本当に実力系だよな。うん、引き寄ります。待てよ待てよ、よし、オッケー、さあ一騎打ち、これ熱い戦いよ。さあ距離詰めてって先に攻撃したら負けるよ。よっしゃまた心理使われたこいつに。うっせぇ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 ちくしょう、もう絶対地獄落とすわあいつ絶対、あ、もうここで落ちるもんなこいつ地獄に。いやもうこいつは地獄に落ちるのが一番いいよこんなゴミは。よっもうみんな腹立ってると思う、みんなこいつに腹立ってる、俺以外の3人は俺以外の3人はこいつに。いやちょっとみんな、あ、はい、でしょうね。いやいやいや、はい、みんな来てせーのザマー、あー悔しい、順調だったのに。いやみんなでザマーコール行ったからね。いやサロンメンバーみんな嫌がってるよ、お前のことは。あれいるんかい、同じとこいるやん。いやでももう足早に去りますんで、あ、そっかそっか、一人で楽しんでお先失礼しました、サイト。あー悔しい。いやで、ね、待って、あ、よしよし、プラス5、ね、でかい、で、どこまで行く。いや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 、行ってへんか、いやこれで上田地獄行ってくれたのはありがたいな。悔しすぎる今の7でまた、あ、またこいつがチャレンジ行くの、もう落ちなくていいよ、もうそういうの取れたんで。おおおおおあ、1、41、マイナス4、イコール、マイナス3ということで、マイナスになりました。めっちゃ序盤じゃない最初の端見えたぞ、今。いや、それ最初の端なんだよ、こいつ。いやこれ嫌いすぎる、これ。これマジ無理。ぐるぐるして、十字架が変わっちゃうからね。いやこれどうしよう。で、これぐるぐる。あ、こっち、こっち、違う、こっち、こっちで、違う、違う、こっち、オッケーで、オッケー、ここで、違う、違う、違う、一個ずつ試してこう、一個ずつ試してって、こっち、こっちで、こっちで、出そう、来い、よし、あー、マジか、まあまあ、でもでもでも、わー、ここは勝たなきゃいけなかった。あー、まあ、ここはちょっと僕、水に弱いんで、さすがに入ることはできない。おー、いやー、入れないから、入るか、入らないか、足らなくてもいいけどな、泳いでいけよ。頼むぞねえ、水に弱いんだって。炎タイプか。あ、今滑ったいや、炎タイプの方いらっしゃいます確かに色も赤です、場所も赤、炎でね。いや、ジョージと今一緒なのか、ジョージはどんぐらい進むのか。お、2、ゾロ目ですね。ここはどうなの、上田がまだまだ先にいる感じか、ね、111111で、あれ、あっ、え、石像、今度後ろに飛ばす石像なんてあったの。あるあるある。え、そんなものがあっただから青い石像はめっちゃ進めるでしょあーってことは僕と上田さんになったということですね。そういう状況になるよね。いやちょっと今回達人弱くない、達人弱い、達人がリードしてくもゲームなんじゃないのかこれは。ねえ、危ない。いやー、ターン7、自分がゲーム。はい。いや、そろそろ終盤に差し掛かってきてる。あー、これどうだっけな。これで、ただ、タックルすれば1点プラスされる。おう。どんだけタックルできるかというゲームですね。宇宙で。宇宙でやることじゃないんですよ。うん。ちゃんと景色を楽しめと言いたいですか。よしよし。よし。まずマットで稼いで。いやー、めっちゃやると今の。よしよし。次、ジョージ。オッケー。オッケー。よしよしよし。あ、やばい。まずい。で、UFO投げ。いや、なんか変な感じ出した。あ、ちょっと待って。めっちゃ点数がない、やばい。いや、ちょっと痛いよ、今の。待った、オッケー。じゃ、次、ここ次、上だ。オッケー、あー、マジか。よしよし、あ、UFO 取りたい。UFO 取りたい。マット、マットをいじめすぎてる。違う。マットをいじめすぎてる、俺。やばい。あと、いい点数。あ、スイートが。やばい。よしよし。あ、痛い。あー、くそ。お、あー、どうか。ちくしょう。いや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 。いや、これ、同点だとサイコロだからね。うん。まあ、さすがにミーパーティーの神は俺を見放さないはずであると。よーし、ありがとう。超低レベルな、まあ、負けんか、くそ、まあれなんか達人酔わない。そうね、ミニゲーム、達人したよね。達人にした、完全に達人にしたのが、うん、ミニゲームで俺らが圧倒していると言っても問題ないですよ。11、いい数字出したよ。よそこか、もうここになります。そこなのか、で、9でどこに止まるか。おぶね、おぶね、UFO 出しとけよー頼め、なんか来い。7は何かあるか。
あ、そもそもここか。あ、そもそも、ね、いや、2回地獄はいらん、さすがに。さすがにいらない、頼む、さすがにいらない、頼む。いや、ヒサロ2回目1日2回は体に悪い、さすがにもういらないよ。いやだ、いやー、どんだけくすぶってんだよ。いやー、まあ明日積み生活長め。あ、1対3。まあここで追い上げないとね。いや、待ってか、ジマス。いや、俺らもさ、3人側で頑張ってんだからさ、ちょっとプラスになってくれてもいいんだけど。いや、俺らには何もないんか。そうなんだよ。それがね、1対3だから。まあ、かくれんぼか。うん、これ、バラバラに、ね、隠れた方が絶対いいよね。いや、そうね。え、それ、振り振りじゃないです。一緒じゃんのはダメ、うん、ダメですね。さすがに。あー、まあ、ここら辺にしようかな。うーん、じゃあ、私は、そうね。東大元暮らしみたいな感じで、もうこことかさ、ここ、うん、勝負に出るね。お前やめろ、離れろ。俺ここだよ。え、どれ。俺は左下の滑り台。見えてね、俺。見えてね。いや、そこは見えるでしょ。当たり前やん。何して、そんなスポットあった。ちょっとあの、1対3なんで足引っ張んないでもらえます。お前もな。お前もな。おい、残りジョージアだけになっちゃった。ジョージ、ジョージ、川の中とかいたいね。ジョージやめて。オッケーオッケーオッケー。ジョージどこ隠れたんだろう。いや、ジョージの、俺らも知らないからね。ボスはどこに隠れた。ボス。ジョージやボスはどこに隠れた。コーヒーなやつや。ボスいないよね。いいぞいいぞ。ラスト一回隠れれば。うん、そうだ。またそこっぽいんだよな、ジョージが。おお、はい、ナイスナイス。グレンボの天才いた。いや、いいね。いや、これからボスと呼ぶことにしますから。そうしますか。いや、ボスでしょ、これは。あ、いつもね、ネタ枠だったのに。いや、もうリーダーに、もうビッグボスと言った。新庄監督、新庄さんだよ。いや、負けたのです。こいつだ、ずっとなんかあんま笑顔のところ見れてないよ。いや、本当にこいつずっと悔しがってるイメージ。ストレス溜まってるからハゲなのかな。あれ、また来た。その眼光すご。あ、これも反射神経や。A、B、十字のどれかを選んで彼の真似をすればいい。十字か A か B か B。 なるほど、よし、行きましょう。まあ、リズムに乗ることも、いや、上田さん得意だよね、これ。俺得意だから。いや、俺もなるべく食いついていきたいけど。あ、どうだ、こうだろ。 OK。 いや、まだフィント入れてこないか。うん、まあ、ここは序盤だからね、ウォーミングアップみたいなもんですよ。 OK、 どうだ。 OK、 うん、T ばっかり。 T ばっかり、ちょ、怖いな。ここら辺からピンとか。そう、何もしてこない。 いや、いいね。いや、順調だよ今のところ。順調、3人残ってるから。うん、 A、B、 えぇー、危ねー、危ない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 。てん、てん、どうだ。でぇー、危ない危ない危ない。え、これ勝ち確じゃね。うん、いけるいける。 A、B、 A だろ。よしよしよし、ラストラスト、ラスト1回、オッケー。これ全員死ななければ、これ全員死ななければいいんでしょ。 D、ありがとうございます。弱っ弱っ。ここら辺から生だか、うん、そのラストになってくるとね、ビリのやつがミニゲーム選べるみたいな。あ、そうだね、後半になるとね、そう感じになってくるんだが、うん、まだまだ勝負は決まってないと。そうですよ、ね、だってどうやってやるのこれ。これ振る。振るの。そう、あ、分かった、やり方が分かった。こんな感じでちょうどいいところで。あ、そっか、変わんのね、毎回毎回。待って、立ちに強い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 、一点のバカいる。一点のバカいるぞ。いやいや、これちょっと難かったわ。ちょっとね、ミニモコンの振り加減が難かったね。うん、まあ、これはちょっと達人に負けてしまったか。やっぱ達人だったんだね。知ってる。それぐらいの感じじゃない。ほんと2人でなんかぶらり旅やってるみたいな感じではある。いや、そういうことだろうな。あれ3人、あー、で青でくんのか。おお、いや、何人これ乗るんだよこれ。いや、ほんとに、いや、ほんとに。あ、で、これ石像合戦だ。石像に乗ってペヨンと、うん、だいぶ進むんだけど、うん、だいぶ進むんだけど、まだだよね。そう、俺らにはそんな。え、あ、待って、思い出した。何？待って、思い出した。あれ？ブリコ、ここなんだ。そうじゃん、2回目のここじゃん。思い出した。なぜか忘れてた。うん、なぜか忘れてた。いや、そうだ。いや、そんでまた脱出できない。よしよしよし、俺何回あそこ行けばいいの。いや、上田頼む、あんま進まないで。おい、オッケーオッケー、ありがとう。空気の読める男、それが上田。かっこいい。なんかそれ嬉しくない、かっこいいや。しかも苦手なやつ。あの、ピースの片方の方を選んでいく。うん、そういうゲームや。オッケーです。これだ、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 6。おお、うわ、
よしよし、ここで俺らの意地も見せた。いや、ミニゲーム俺ら割と強くなってきてる。強くなってる。あ、よし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 、さすがにさっき負けたからね。まあそうね、そこは、まあ、とりあえず地獄は出れることを信じたい。いや、まあ遅れたらちょうど俺ぐらいなんじゃない。おい、来た来た来た、ゾロ目を出していく。いいな。そんで、よん、これはでかいぞ。くそー、これいいんじゃない。あー、で、11追いつかれたかもしれない。俺と追いつけに行ってんじゃん。あー、少々一歩前で、いやでもここちょっとここね、ここね、ゾロ目とかいいんだけど、この先の関門が割と鬼畜なんだよ。ボイパーってやってるならわかるでしょう。2226、いや56でないと俺も巻き添えに食らうからやめろよ。本当に本当にやめろよ。頼む、ここはちょっと行かせろ。うわー、ありがとうって言っていいんだか。そうね、うーん、先に進まれるのは嫌だけど。俺めっちゃいいじゃん。上田ちゃん順調だよ。上田ちゃんがこんな順調でいいのかい。お前はくすぶっとけよ。おー、 UFO 行かれたらちょっと危なかった。え、ここでマット地獄落ちたらさすがにかわいそすぎるぞ。うん、さすがにかわいそすぎるけどね、これ地獄落ちたら。まあ、落ちたらかわいそうだな。さすがに落ちなんか読めてたんだよな。いや、今回もう史上最多の地獄数じゃないか。あ、確かに何回みんな行ってんの。めっちゃ地獄行ってるからな。いや、ターン10、うん、いやー、来たよこのターン。そういうことです。最下位プレイヤー誰だ。さっきも言ったけどね、ジョージか。最下位はピコピコモグラ叩き出た。まあこれはただのモグラ叩きですね、うん、でもプレイヤーとかも叩けるから。そうなんだよ、そこら辺の駆け引き妨害もしたり。そうそうそう、金のね、モグラはプラス3点だから。そう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 、金の狙いに。あべ、ツイート見てた。オッケー、ほら。やめろよ、やめろよ。よしよし、あれ、ちょ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 、オッケー。とりあえずあのやり返して。やべ、ちょっと待って、それやめて。やり返して、ほら、うん、1点ずつで、マットもやって。そうそう、金出てくるんじゃないか。普通のちょっと妨害はやめてよ。金来た、でも取られちゃう。まあ金取られても、待って、で、キン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 キ
まずいまずい、やばい。点取りに行こう、点取りに行こう。おお、金出なさすぎだろ。でも俺一回も銀叩いてないのに10でなんか2位取れた。もうよくわかんねえや。まあまあ、くそ。ちゃんと稼いでたんだろうな。うん、ちゃんとザコモグラで稼いでたんだろうな。ザコモグラ言うな。普通のモグラって言え。モグラみたいな顔しやがって。はい、7か。うん、じゃあどこに止まるかだよ。あれ？これって、そうよね、そこだよな。上田6、上田6、上田6。いやー、そう、マグマにマット入れた。ありがとうございまーす。マジかよ。いやー、もう人生で一番楽しいかも。上田6、上田6、ありがとうございますのシーンが。どこ楽しみにしてんだよ。もっと人生楽しいこといっぱいあるよ。人生が一番楽しいから。いやー、7だけどもな。上田地獄、上田地獄、ありがとうございます。マジかよ。人生最高。いやいやいや。いやー、ちょっと待って、これこれギネス記録あるんじゃん、地獄行く。人生最高だよ、本当に。いや、生きててよかった。こんなとこで喜び感じんな。おい、もうええって、そんなとこで笑いとんの。みんなね、ゴール間近なの。畳みかけてきた。ジョージが上田を振りに使ってきた。お前そんなことすんなよ。いや、上田振りに使って自分をオチにしたよ、こいつが。これはもう人数分マイナス1のスポットライトが出るから、うん、本当に入れるか入れないかよ。そうですよ、スポットライト3つだもんね最初。入れ入れ入れ。あんまこういうこと言いたくないけど疲れた。どこだ、ここだ。どけどけどけ、よっしゃ。あれ、マット何してんの。ねえ、なんでそんな遠慮してんの。女の子だからってガツガツ言っていい世の中なんだぜ。ジェンダーレスの世の中なんだぜ今は。オッケー、あれ、まずい。オッケー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 。ここ俺もゴール近いからね、1位取りたいんだよな。いやー、マジかよ。いや、女の子プリコ出ちゃった。あー、実はみんな忘れてたかもしれないけど、女の子なんだよ。やばいやばい。あー、ジョージがスターだった。ただ現状は厳しい模様ですね、下のマップから見ると、はい、あ、4ゾロ目ってめっちゃでかいよ。44ゾロ目の 4? まさか。わん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 わ。おもろいわ、それは。いや、さすがにもう地獄はもういいよ。本当にやめて。もう見なくていい。俺がかすれるもん。うん、危ない危ない危ない。見たかった。3人地獄行ってんの。本当だよな。うわぁ。よーし、上田さん。4出したいよ。1、3とか、1、3とか。3はダメよ。で、7か。まあまあまあ。うん、
まあまあまあ、いいんじゃないか。基本的に2ターンで抜けれるようにはなって。お、マットいた、マットいた、マットいた。まだ脱出してなかったの、マット。そうなんだよ。で、ここでマットが地獄続きのからだね。地獄で2ターン消費した。2-2ズノメ、次は2か、これ。次は2なんじゃないか。次は2か、これ、うん、なんか俺が言ったこと全部現実になっちゃう。 あなたエスパーですか。すごい当てるやん。当てまくってますよ。はい、これはゴキブリ子地獄いかないよ。いけいけいけ、3-3-3-3-3。まあ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 、一番ダメなのがよし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 、いいね。単純に嫌だ、これは。これは純粋に進んでないからね、マイナスが多い。純粋に今のマイナス3されたんだけど、よっしゃ、危ね危ね。いや、順番に目ゲーム、ここ重要。盛り上がってきたね。ビッグボス何選ぶか、運任せだろ。ここに来て運かよ。そうか、ビッグボスか、忘れてた。そう、ビッグボスなんよ。だからさっき一番スター性あったでしょ。うん、一番スターでこんなんやってたからさ。やってたね、それはビッグボスだわ。ビッグボスなんよな。こっからの追い上げあるか。こっから、いやでもビッグボスに従えばいい、これは。あ、それあるな。でもここにしましょうかね。よし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 。ビッグボスの言う通りになってください。よしよし、みんなで煽ってたよ。ビッグボスの言う通りに、言う通りにしとこうかなと見せかけて、これいい勝負なんじゃない。ビッグボス裏切ったやつは基本的に死ぬ。あ、おい、いや、いい勝負してんな。いい勝負してんね。いや、一発で落ちたの悔しいな。ちょっとここは自分の身に任せて決めていきたい。どこに行くのか、真ん中。そう、やばい、マットとかぶっている側。うえー、通り抜けていく。こんな長く続くトロッコは意外に、まああんましないのかな、わかんないけど、割と即終わる感じ。オッケー、ここ逆に行く。ちょっと勝負に出よう。左にあれ、よっしゃー、さすが勝負師上田。よいしょよいしょよし。え、上田今1位なんだっけ。そうなんですよ、一応1位の位置で地獄に落ちたんだ。うん、いやー、これで地獄出てさらに進むのは上田が。え、これはね、もうゴール前まで行けますよ絶対。いや、マットは正直いいん、あ、でも、え、どこあいつらっていうか、待って、ちょっと後ろじゃない。マットは今地獄が抜けたばっか。なるほどね、マットは、うん、真ん中の地獄に落ちて、上田さんはもっと先の地獄に行ったから、先の地獄、ここなんだよね、うん、ここなんだよ。ちょっと待って、4じゃまだゴールには行けないのか。オッケーオッケー、よしよし。ちょっとマジか、サイコロ弱っ。本当に発狂してたわ。うん、で、さあここでまた、いや、これ竜巻で上田に落ちたい。4、4、4、4、4、4、4、あ、6か、6ってなんだ。嘘だろ。おい、待てって。あれ、これすごいぞ。いや、もう多分悲しみよりも笑いが勝ってる。1ゲームに3回地獄で。いや、本当にそうよね。え、これもう最悪通り越してすごいぞ。すごい、そう、すごいんだよ。え、これもうこれすごいわ。 YouTube 急上昇乗りて。いや、1位取りたい。あ、これちょっと俺苦手だからな。ギリギリでどうだ。お、今これ勝ち、これは来ただろ、これは。ゼロじゃん。で、俺は勝負師スウィンド0センチ。いや、いいね、これは素直にすごいわ。よしよしよし、ここで、うん、いや、でも地獄なんだよ。もう、でも一発で出る可能性あるよ、金のサイコロだから。金のサイコロとかゾロ目とか、うん、頼め。8は出れ…出れない、出れないのか。出れねー。お疲れ様です。地獄3回経験してから分かるんだね。うん、もうマス数は覚えてます。マス数覚えてる。9マスで出れる、あと4マスでも出れる。さすが地獄の経験者だわ。もう地獄から這い上がって3回目ですから。うん、おー、1対1。誰を選ぶ。まあ、俺は地獄でも選べる、これは。あ、できない。選べないのか、じゃあ上田さんか。俺か上田さんか。俺か俺以外か。そんな感じになっちゃった。はい、おい、暗記ゲーじゃん。はいはいはい。グレープと、これがいっぱいあって、はい、それで、いっぱいで覚えたから。え、ちょっと忘れたかもしれない。忘れろ。これどういうゲームなんだろう。ただ当てればいいの。忘れろ、神経衰弱か。忘れろ。上田、負けろ。これね、バナナ、バナナ、それバナナ。グレープだよ。バナナだった、さすがにグレープだから。グレープはね、こういう三角形だ。バナナだった。リンゴね、ここはね、こうやって。バナナだった。でもさ、待って、待って、1なんだからさ、俺も追いついて何。違うよ、お前先に進んだらゴール近づくだろ。それがダメ。あれだよ、マットが進むだけだから、俺勝っても進めないよ。進めるよ、7マス。あ、そうだった。7マス。あ、よっしゃ、これ頑張ろう。だからこれきついんだよ。そういうことか。そう、上田勝つと7マス進んじゃうんだよ、確か。はい、ありがとうございます。ねえ、そんなことすんなら帰れよ、お前。ねえ、上田のためのねえ感じになっちゃってるじゃん。よっしゃ、マットが進むための試合にしたかったのに、上田が進んじゃったらダメでしょ。俺進めんのこれ。進めねえじゃねえかよ。何嘘ついてんの。
めっちゃ記憶でよっしゃゴールだって思ってたのに進めないじゃん。ごめんなさい、大嘘つきになっちゃった。大嘘つきになっちまった、ごめん。でももうゴールすぐ近くだから関係ないか。いやでも進めたら俺もうこれゴールだったんだよ。いやでも4-4で、まあまあまあ、いや頼む、ね、これもうゴール確定ですね。一発で出すなよ、俺まだ地獄にいるんだから。そんなやつをね置き去りにして出すとかありえないぞ本当に。いやもう出しちゃっていいんじゃない、もう俺疲れたもん、うん、笑い疲れたもん。おしゃち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 ゃってよし。いやジョージこれ竜巻行こうぜ、竜巻で上田六行きましょう。それ1枚だ。あれお前さお前さお前さ、危ねえ危ねえ、それか単純よ。え待ってこれ負けれねえぞ本当に、これそう負けれない。俺1位になったら本当にいけちゃうから。マーメイドダイバーさ、苦手なんだよな。マーメイドダイバーさ、これ妨害とかできないじゃん。確かに。ちょっと上田、いややめてほしいな。でもまあ俺はもう神社を尽くして天命待つだけだ。うん。よし、どこだ？やばい。そこ連打しなきゃいけないのかな。ああ、悔しい今の。ここ、オッケー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 。上にある。よしよしよし。狙っていこうかな。やばい。待って、あクラゲ、クラゲいて。クラゲがいる、クラゲがいる。あスイント当たってんの？どこだ？あー、まさか、ここ。いや、クラゲが出現した。クラゲナイス。これは、おし、いいって感じで出てきた。どこだ？くそ、ちょっと待って、みんな俺の邪魔くすんじゃん。よし、頼む、8。うわうわ。よし、1、1、1、5、5、5。あ、でも、いや、でも、この最後はちょっと重要だ。頼む、上田、負けろ。負けろ。頼む、勝つな、勝つな。何してんだよ。これ、上田、勝っちゃうよ。ダメだよ。よっしゃ、これ上田絶対勝たせちゃダメなんだって。まあ、とりあえずこれ絶対俺が絶対1位死守したから、うん、うおよし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 。あれこの時点でもう確定じゃないか、ゴールまで行くの。よし、いやでも15とか出しちゃうとさ、俺出せるこれ6。さあ残り出したらちょっと悔しいな。いや頼む。いやこれ2回目で行ってるのあんま見たことねえよ。いや確かに、しかもこのサイコロだね。頼め、6、やめて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 、頼め、よーしよーしよしよし、負けたー。6出すな、6出すな、上田多分、頼む6出さないで、はい、まだ楽しみたい、このゲームを僕はまだ楽しみたいんだ。いや上田楽しんだでしょ、十分。6出さないで、お疲れ様です、6出さないで、6出さないで、よっしゃ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 、おい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 、よしよしよし、いやいや、よかった、ちょっとマジか、よかった、完全に勝ったと思った。上司、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 置いてそれ、酸欠になる。これで4位と出せばゴールです。あ、残念、ギリギリ行きませんでした。え、待って、7の手前ってさ、UFO じゃない？あ、4だよ。笑いに貪欲だね。こいつはいつまで経ってもエンターテイナー、さすがビッグボス。さあ、マットは、まあ、ここで、うん、ハリケーンで上で下げて3。あれ、これ順調に進んじゃうんじゃん。なんでお前は順調に進むんだよ。なんとか上位争いに食い込もうとしてますね。いやもう早くも次のミニゲームが来てしまう。うん、ここが本当の本当に大事よ。いやほんまに大事これ。うん、大丈夫、喉枯れてない？ほんまに大事これ。枯れてます。揃えて3カード、これもう運ゲーじゃねえかよ。そうだね、最初の順番も大事だし、うん、覚えてなきゃいけないしね。そうなんよ。俺最強、俺最初やだ、最初やだ、俺よし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 。うん、これ一番最初に揃えちゃっていいんじゃない？ありがとう、上田の見つけちゃった。やべ、最悪。よしよし、これで、まあ、この辺にあるんじゃない。あ、最初2個目俺やらかした。2個目、2個目、2個目、やらかした。これちょっと待って、スイント勝ち格なのか。で、マットがここにあるから、おい、一発で当てる。上田マットでしょ、上田、上田マット。待って、それやめて、それやめて、ま、あ、おい、おい、何してんの。オッケーオッケー。で、俺、どっち、察しの言い方はもう分かるでしょ。まあ、そうよね。で、やめて。いや、そっか、ええ、あ、そっかそっか、よし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 、うわー、よし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 よ発揮できずに再開。くっそー、ちょっと見てなかったんだよな。私2位か。いやー、こういうジョージアがちょっと余計なことしなきゃ勝てるな。そうね、ジョージア余計なことすんなよ。こいつはでも残り少ないから、もうゴールまで行けんじゃない。ゴールまで行くか、手前で止まるかだよな。ゴールまで
ほーん、まあ、3以上出せばゴールくんな、これ3以上出せばもうゴール、ゴールくんな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 、わー来ちゃったね、かっさらうこいつが一番ダメ、一番ダメ、2人見てるよ、さっき頑張った2人が、さすがにないよなって目で見てますから、さすがにそれ6で抜けたらぶちこる、よし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 、次私銀で触れます、そうなんだよ、ここで俺さっき銀で出なかったから、うん、ここ少年場、マジで少年場、ここがやめてやめて、まあ私3回の地獄を経て這い上がってここまで、いや本当にすごいな、そう考えると頑張ってきました、下克上って言葉はこれだね、ありがとうございます、そして全ての視聴者の皆さんありがとうございました、そうだろうな、くぅ、わーかっこよくない、3回地獄に落ちて優勝すんの、いやそうなんだ、裏を返せば3回地獄に落ちたやつに負けてんのよ、ほんとにな、いやマジで俺の人生めちゃくちゃ最悪だったけど、最後には諦めずに頑張れば優勝できるんだ、いやもう素直にね、すごいわ、褒める、おめでとう、劇的すぎる、劇的すぎるよ、劇的勝利、うん、ガーこれ勝てると思ってなかった、もう上田の銀のところで完全に負けると思ってたけど、本当にね、うわうわ、このグラフもぐちゃぐちゃ、こんなぐちゃぐちゃ見たことないね、うん、まあみんな頑張って、で最後私がギリギリ、あそうね、勝ちました、ということで、はい、最後までご視聴ありがとうございました、あーしゃ、よければチャンネル登録、うん、高評価、そしてツイッターもやってるんで、はい、ぜひぜひチェックお願いします、お願いします、いやーありがとうございました、ありがとうございました。